ティアバと申します。恋愛は相手の自分に対する好感度に合わせて行動を変えるのは嫌われると思うんですが、大悟さんどう思われますかと思うんですが、相手の自分に対する好感度に合わせて行動を変えないと嫌われると、これはおそらくあれですね、恋愛を相手、主導でやってしまうタイプの方、ですね、これは。どういうことかというと、恋愛ってね、特に恋愛関係っていうのは、その恋愛関係っていうのがつくようにですね、お互いの感情があるんですよね。相手に全部合わせればうまくいくということは全く、ないんですね。特に男性の場合は、女性に合わせすぎると、女性の方は、決めてほしいとか、こうしてほしいと思ってるんだけど、男が決めないみたいな風になってくると、これうまくできてないってことになっちゃったりとかするので、自分に対する好感度に合わせて行動を変えないと、嫌われるって風に考える人はですね、常に相手の顔を伺いながら恋愛しなくちゃいけなくなるんで、こんな恋愛楽しくないし、あとははっきり言いますけど、好感度なんてね、ちょこちょこ気分によって変わるんですよ。だから、合わせてですね、行動を変えるのはほぼ不可能ですね。まあ、それはだから分かりやすく言うと、いやだって恋愛って相手の好感度に合わせて行動しないといけないんだよっていう風に言うのは、株式投資って、株式市場の、株の価格に合わせて投資しないと失敗するんだよって言ってることと同じで、いや、そりゃそうなんだけどさ、どの株が下がるか上がるか分かったら絶対得するけど、そりゃそうなんだけど、んなもの合わせようがなくないって話なんですよ。これと全く同じだと思うので、どちらかっていうと、相手のペースをですね、自分で作っていく方に、シフトした方がおそらくいいんじゃないかなと思います。大体このやり方で失敗するのがですね、新宿のキャバクラとかですね、銀座のですね、クラブとかですね、六本木のですね、ラウンジとかで女の子を口説こうと思ってるおっちゃんとかがですね、やりがちなんですよ。相手に合わせてやろうとするんだけれども、相手に合わせるとどういうことかって言ったら、相手はお金欲しいだけじゃないですか。だから相手に合わせたらどうなるかっていうと、まあ、いつにやっても口説けなくてお金ばっかり引っ張られるということが起きたりとかするので、合わせていい相手かどうかってことはちゃんとチェックした方がいいと思いますよ。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。